こんにちは。はい。この Python チャレンジ。前回の続きやりましょうね。はい。えー、新しい画像、えー、GUI フレームワーク、グラフィックユーザーインターフェースって言いますが、ああいう、えー、画面をグラフィックスでいろいろ動かしたりするための、えー、基本ライブラリー、PySimpleGUI を使い始めました。インストールして、一番単純な例として、えーえー、SG テキスト、文字列を画面にウィンドウを作って書いてみましたね。はい。 じゃあ、えっ、ー、と、ちょっとそのソースから見てみましょうか。はい、こんな感じ。すごく、まあ、ここはあってもなくてもいいわけですね。そして、えー、書きたい文章。まあ、一個、まあ、2個でも3個でもいいんですけど、これがテキストが入るところですね。そして、えー、レイアウトを定義して、つまり1段。そして、このウィンドウを作って、そして、イベントループを回す。これだけという感じでした。走らせてみると、えー、こういうふうに、えー が出てきますで、バツをつけると消すと、消えるという感じになります。はい。えで、宿題から見てみましょう。はい。宿題。日付を表示してみよう。はい。そうですね。えー、ちょっとやってみましょう。73回の、えー、ものを参考にするために、73回を開いています。えっ、ー、と、73回、73回、これですかなえー、ここで、えー、デートタイムを使って、えー、日付を持ってくる方法をやりました。なので、 ここからまずこいつをコピーして、えー、ここにペーストします。それから、えー、っと、あとなんだあ、ちょっとこれ走らせてみましょうね。これ走らせてみましょう。どんな風になるかっていうと、はい、これでしたね。えー、と、えー、ピクセルを使ってます。ここでスペースを打つと、えー、日付に変わります。という感じ。もう一回打つと時刻に変わります。まあ今日はまずこの えー、エスケープで抜けます。日付のところだけ使いましょうということですので、えー、まあ、これですね。まあ、これをちょっと参考までにここら辺にペーストしておきまして、それから、えー、日付はどっちだ日付はこっちかっていう感じですね。これをちょっと覚え忘れないようにこ,こら辺にペーストしておきます。さて、えー、っと、ですので、やることは、ここの文字列を、 えー、この日付に変えればいいので、まあ、ちょっともう、これ、使うところだけ入っちゃいましょうね。えー、っと、要するに D T、DT デートタ,タイムなおってやって、それをストリングスに、文字列に変えて、えー、10文字目までを取ってくると。こいつを、えー、ここのテキスト、ここにか、ここに貼ればいいんですね。はい。 これだけでいいと思います。まあ、ちょっと良くないかな。逆に、テキストイコールにしましょうか。テキストイコール、こういうふうに貼ってみましょうか。はい。で、これ消しちゃって、ちょっと実行してみましょう。これでいくかなはい。うまくいきませんね。えー、っと、何が失敗しているのか、えー、調べるために、えーっと、 プリントの、まずプリントの、あ、まあし、ここにテキストって書くの忘れてました。失礼しました。ここにテキストって書かなきゃいけないですね。はい。これでいいはずです。じ、まあ、ちょっとやってみましょう。すると、はい。えー、まあ、今日の日付が出てきます。もちろん、これをビデオ見てる人は違いますが、いいですね。これでいいはずす。すごく単純ですね。テキストのところにこれを貼れば。 いいという感じです。はい。じゃあ、今日のところ行きましょう。はい。ただ、ちょっとね、これね、今日、今日はさらにあ日、あのとあのと同じデジタル時計を作っています。ただ、ちょっと小ネタとして、えー、日付表示の改良ですね。いろいろきれいにすることができるので、えー、日本語を表示にしたり、曜日を足したりしてみる、この小ネタをちょっとやっておきたいと思います。まず、えー、と日付の書き方ですけど、えー えー、ここ、れをですね、そうですね。えー、っと、まあ、このテキスト1行目にやらないんですけど。えー、っと、まず、よくあるとして、まあ、なお、なおっていう時間に、まず、えー、この、現在の時刻を入れます。なお <Now S 2> イコールデートタイ、dt.datetime.now ですね。そして、テキストとしては、 えー、F 文字列を使います。例えば F、コロン、F、パン、えー、アポストロフィーの、えー、で、上のなお、上のなおを、えー、コロンですね。ここで、えー、真似してください。パーセント大文字 Y、スペース、パーセント、えー、ま、イヤー、マンス、 えー、そうです線引きましょうか。えー、スラッシュ、ちょっとまあスペースを打っていきましょう。えー、スペース、えー、パーセントイ、で例えば、カッコ、えー、パーセント、大文字の a。これで、ちょっとで、えー、閉じると。で、えー、こう。いいですね。よく見てくださいね。 中学校で始まって、なお、コロン、そして、パーセント Y、スラッシュ、パーセント M、スラッシュ、パーセント D、パーセント A。これでちょっとやってみましょう。どうなるか。テキスト、いいはずですね。はい。これでちょっと実行してみると、結構、はい。こういうふうに、まあ、我々に見慣れたような書き方になります。ただ、このマンデーが日本語なのよくないよね。だから、これ全部日本語化してみましょう。 まず、年のところ、これを年にします。ちょっと、えー、日本語化して、ちょっと、えー、年。それから、月。それから、日。まず、ここまでで、 実行するとどうなるかというと、まず、これですね。はい。えー、年2023三8月14日となります。この曜日がちょっと気に入らないよね。これを直すのを一応教えておきますね。これは、えー、ここのインポートでもう一つ新しいライブラリーとして、トロケイル、インポート、えー、ロケイル。 LOCALE、ロケールというのを、えー、読み込んで、ここで、えー、っと、そうですね、どこでもいいんですけど、前の方で、ロケールドット、セットロケールの、ロケール、これは、時間表示を、ちょっとこれ後で、丁寧に真似してくださいね。日本風にしますと。こういう指定をしておきます。 えー、こうやりますと、変わります。ちょっと実行してみましょう。なんか間違えましたね。ロケールイズナットで e f あ、ここに E がありますね。ロケール。はい。はい、いいですね。こういうふうにして、えーえー、曜日を日本人に、月曜日とかにすることができます。いいですね。 ですが、これはひ、場合によってす、小文字の A だと、今度はどう,うふうになるかっていうと、はい、こういうふうに、一文字だけ、月というふうになることができます。もちろん、えー、別の日でやれば月、月火、水木、金というふうになることになります。こういうふうにやると、えぇ、ー、余を含めて日本語化できるということを、えー、まあ一応言っときます。はい、よろしいですね。はい。 えー、じゃあまあ、これでいいですね。この話題はね。えー、日本語で表示。OK です。さて、じゃあ、次。えー、p y シンプル v の、前回はテキストを表示するとか言いましたけど、新しい要素としてボタン。ボタンを今日は使ってみましょう。ボタンを押すと、ボタンが出てきて、ボタンを押すと、えー、時刻表示と日付表示が入れ、切り替わるように。いうふうに。ボタンという要素は、 えー、sg.b で、えー、まあ、ボタンのキーとしてこれを使うというのをやります。さあ、一緒に頑張ってください。まず、ここの、えー、レイアウト。そうですね。レイアウトの1行目に、えー、文字列があって、2行目にというときは、ここにカンマーを打って、次の行。ね、これ、次の行ですという意味です。sg.b。 バトン。で、バトンのネーム。そうですね。えー、まあ、日付。最近日付が出たから時刻。切り替えにしましょうか。切り替え。まあ、まずちょっと、後で直すとして、まあ、こんな感じです。それから、キー。キーイコール、まあバ、バトン1。 まあこんな感じのものを閉じます。こんな感じのものをこの下に入れてみてください。まずこれでどうなるか。はい。画面上で見てみましょう。そうすると、はい。この日付表示の下に切り替えっていうボタンが出て、できました。いいですね。切り替えっていうボタンができました。これ今押しても何も起きません。なぜかっていうと、何も、 処理してないからね。はい、次。処理したときに、えー、何か起こることを知る。そのために、ここに、えー、っと、イベントループの中で何が起きてるかを、プリント、えー、EV っていうのをプリントしてみましょう。そうすると、えー、っと、これはもういらないね。これがもういらないですね。 はい。そうすると何が起きてるかっていうと、次ですね。切り替えと出ます。で、切り替えを押したら、はい。B1 が呼ばれてるのがわかります。つまり、イベントが B1 が入ったということになります。ので、これを使って切り替えることになります。ので、そうですね。どうしましょうか。うん。まあ、いいか。 ですので、ここで、if、イベント、イコール、e1 ならば、というふうに書くわけです。ならば、じゃあ、どうしましょうか新しいテキストとして、えー、そうですね。まあ、スプルの、なおの、ちょっと、 昔の省略形で11文字から19文字、19文字から18文字まで。これで書いてみましょう。こういうふうに書くことになります。そして、ボタンを用意して、この win.update というのを使います。つまり、ここのテキストを入れ替えたいわけなので、こいつにも名前をつけておきます。 実はキーと K は同じです。省略形で K イコール、えー、まあ、リザルト。まあ、こんな感じで表示しておきます。そうすると、ここを切り替えることができるようになります。どういうふうにするかっていうと、えー、っと、そうですね。Win の四角括弧のレズ。で、これをアップデート。 何でアップするかというとテキスト。いいですね。念のためにテキストに何が入っているかをここでプリントしてみましょう。はい。これでどうなるか見てみましょう。えー、はい。日付出てますね。そして切り替える。はい。時刻が表示されたの分かりますかいいですね。はい。 つまり、この名をから持ってきて時刻を書いてるわけです。ちょっと中途半端だね。なぜかっていうと、時刻はこの時しか取ってないからよくないですね。ちょっとそれは直しましょう。ということで、大、え、体、ー、いい消耗のことができました。えー、っと、どうやろうかな。はい。ですから、えー、っと、うん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 。まあ、 こいつと同じものを書きますか。こいつを、えー、ここに書いておけば新しい時刻が出ますね。置かれたときに、えー、B がオンになります。いいですね。これで、えー、OK になるはずです。ちょっとやってみましょう。ね。まず日付が入ってます。これをボタンを押すと 時刻,時刻に変わります。しかも、押すと、その度ごとに時刻がアップデートされてる。押さえた時の時刻がオンになる。なぜこうなるか、よく見ておいてください。いいですね。はい。えー、今日はこんなもんかな。はい。面白いですね。私は面白いと。はい。宿題として、あの時、よく、あの時の思い出してください。トグルで、漬けと、 時刻を切り替えましょうつまり今2回押すと2回押しても時刻が新しくなるだけでしたけど2回押したらもう1回日付に戻る3回押したら、えー、時刻になるというふうに押すたびごとに切り替わるようにしてみてくださいこれが宿題ですいいですねはいじゃあ、えー、今日はここまでにしましょう今日は新しいことやりましたねボタン要素あそうそうボタンはちなみに大文字の B だけでも結構です でから、このキーも、K だけでも結構です。ということは、まあ少しでも楽な方がいいと思うので、一応教えときます。これで実行すると、えー、ね、ちゃんと動くことがわかりますね。はい。はい。じゃあ、また見てください。はい。えー、今日はここまでにします。さよなら。